ゴールデンウィークの中、俺も遊びに行きたい。昨日から明日名古屋行きたいなって思って決めたんで、何も決まってないです。行きます。なんか最近難波駅こう変わって結構広場って感じしますよね。いいね。まずは近鉄乗るために難波駅に向かいます。新幹線じゃなくてなんで近鉄に行ってるって気になる方いますよね。まず大阪と名古屋はこんな感じです。新幹線で名古屋まで行ったら自由席7920円、指定席8460円、グリーン10730円になります。と時間はおおよそ50分くらいかかります。新大阪まで行かないとダメなんで、新大阪まで2、30分くらいかかるので1時間30分くらいだと思います。じゃあこの近鉄はどうか見ましょう。近鉄は日の鳥って2020年にできた電車があります。この電車を乗ったら2時間くらいかかるけど4500円の電車があります。でも900円出したらプレミアシートに乗れます。なので5240円でプレミアシートで行けます。なので自分的には家も近いし、こっちの方が安いし、30分しか変わらないんで近鉄を乗ってみることにしました。乗ったことないことも乗ってみたいんじゃないですか。こんなチケットは駅弁を食べたことなくて、今日は初めて駅弁を食べてみたいと思います。火の鳥乗るんで火の鳥の弁当を食べたいと思います。これです。袋上がりあ、お願いします。はい、1200円になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間が余ってこの駅の中を見回ったんですけど、ここで韓国と違う部分が、駅の中に韓国には立ち飲み屋さんとかはないです。これが結構違います。時間になったんで、そろそろ電車に乗りに行きたいと思います。16時の名古屋の電車、チケットはこの中でも買えます。自分はネットで買いました。あと回ったらこの火の鳥のお土産みたいなものも売ってます。やっぱ日本ってこんな自販機の文化がすごいなと思います。もちろん韓国もいろんな自販機ありますけど、それは最近の話で、日本は昔から自販機が結構普及されたんじゃないですか。韓国はドリンクの自販機しかなかったんですよ。今はいろんな自販機あるんですけど、時間になったらこの火の鳥が到着しました。やっぱ日本ってこの電車好きな人多いですよね。このプレミアシートは普段の列車よりちょっと高くなってるらしいです。まあ、いいサスペンションとか入ってるらしいんですよね。入ったらこんな雰囲気でロッカーとかコーヒー自販機もあります。ちょっとの階段を上ったら客室になりますが、結構広いです。181センチの自分が座っても結構足自由に伸ばせるぐらいなんで、新幹線のグリーンより多分広い感じですよね。どんな施設があるかちょっと見ます。こっちはドリンクを置ける場所ですよね。開けられない。これ前は服とかかけるところを左の方を開けたらこのテーブルが出ます。最初は結構弱そうに見えたんですけど、意外と結構丈夫で広い感じです。ここでご飯を食べました。こんな感じになります。このボタンでこのライトつけれますが、これいらないかなと思います。夜に乗ってもこんな明るいです。もう右にはこのカーテンを調節できるボタンがあります。乗り心地いいですよね。じゃあこれからはご飯を食べたいと思います。初めての駅弁ドキドキします。開けたらこんな感じです。どうですか、美味しそうですか。もうこんな感じで自分温めてもらうのを忘れちゃって、結構冷たい感じやったんで味は普通でした。言ったら温めてくれますか。このそれよりこんな風景見ながら食べれるのがいいですよね。ちょっと一緒に風景見ましょう。足の右の部分にこの説明書があるんで、この見たらこっちにコンセントさせるようになってるんで充電もできます。最初はどこにあるか知らんかったです。
横になっても後ろの人には全然当たらないんで楽に横になれます。橋も通ったり電車に乗ってるだけでも結構幸せでした。こんな雰囲気大好きなんですけど、こんな雰囲気見たらなんかアニメの中におる感じします。なんか新海誠とかの作品によく出そうな感じですよね。ほんまに綺麗。ご飯も食べたし外も見れたからちょっと電車の中を見回ってみましょう。この客室を出たらトイレとか洗面台が気になってみます。この洗面台結構綺麗感じです。洗面台って言ってるの当てますか？男のトイレとか普通のトイレとかも全部結構綺麗な感じです。めっちゃ綺麗ですよね。じゃあプレミアシートじゃなくて普通のシートはどんな感じか見ましょう。もうこんな感じなんですけど普通の新幹線とあんまり変わらないかなと思います。それを通ったらこのロッカーと座れる椅子があるんですけど、こっちに座って風景を見るのもまたいいかなって思います。で自分はこっちに座ってちょっとまた風景を見てました。そろそろ戻ろうかなって思って戻ります。その間このコーヒーマシンとか気になって見てますけど、両替できる機会もあるし、このスナックとか欲しい人のためになんか作られてるらしいです。あとこのコーヒーが美味しいって有名なんで飲んでみることに決めました。自分はブラックコーヒーが好きです。韓国人は凍って死んでもアイスアメリカノです。これを韓国ではあーって言います。でもこっちはあーがないんで普通のホットコーヒーでします。めっちゃいい匂いなんでこれ電車の中全部コーヒーの匂いになります。じゃあ席に戻りましょう。まもなく名古屋、名古屋に到着します。この電車はこの駅までです。え、誰か席した。あの方風邪じゃないかな。あの方大丈夫かな。みんな風邪に気をつけてくださいね。シオニムは名古屋に着いたんで降ります。降りたらどこに行くかわからないんじゃないですか。なので自分はいつも人がみんな向かってるところについていきます。多分こっちですよね。あ、火の鳥ちゃんバイバイ、またね。まあなんとなく上に切ったんでこっちが出口らしいです。ゴミを捨ててチケットを出して外に出ます。なんと名古屋はエスカレート乗るときに左に乗りますよね。大阪だけ右に立てるんかな。名古屋もでかいですよね。なんかいつもあれ見て新幹線であれ何かなって思ったビール、あれ何やろ。なんか名古屋も賑やかですよね。みんななんかおもんない都会って言ってて、全然そうじゃないと思ったけどやっぱ広い。あれが名古屋駅ですよね。ホテルはこっちに歩いたら出るらしい。今日のホテルこれです。近いとこで人に決めました。失礼します。
ということで今名古屋に着きました。いきなり昨日なんかゴールデンウィークに何しようって思って、どっか自分も旅行行ってみようかなって思っていきなり名古屋に行くことになりました。なので名古屋で何しようかとか何も考えてないです。何も決めてないから、ほんまにいきなり予約していきなり来た感じなんで、一応なんかジブリパークとか行ってみようかなって思ったんですけど、やっぱゴールデンウィークやから全部売り切れやったんで、名古屋で行ってみたいって思ってるのはなんかとんかつ味噌カツと未来タワーだけです。なのでそれをもう行ってみてから、他のやつはもうゆっくり考えながら決めて行ってみようって感じです。もともとはカプセルホテル行ってみようかなって思ったんですけど、やっぱ1日前やったし、前日に予約しようと思ったら全部売り切れでした。だからもう普通に駅の近いところのホテルに来ました。じゃあこれから未来タワーかそういうとこ行ってみます。あとなんか名古屋ってなんか日本でもおもんない都会って言われるんじゃないですか。今のところはやっぱシオンにも自分で新しい文化とか新しい都会行ってみるのめっちゃ好きなんですよ。今は結構新しいところを見て結構ドキドキしてる感じです。ちなみにホテルはこんな感じです。こっちに鏡、こっちにクローゼットとか、こっちトイレで、トイレも結構もう綺麗じゃないかなって思います。シャワー室ですよね。こっちにテレビとか寝室とかなんか置けるところとか、こっちは上から人が見えるとこです。今は9階なんでこのぐらいの景色になります。なんかこっち大阪の篠坂とかそっちの感じちょっとするな。気のせいかな。まあそろそろ未来タワー行ってみましょう。どうやって行くかちょっと分かんなくて、バスを乗るらしいんですけど、日本でバスほぼ乗ったことないんでちょっと難しい。タクシー乗ろうかな。一応バス挑戦してみます。いやこっちみたい。こっちかも。ちょっと不親切だな。これ何や。綺麗じゃないんですか。歩いていこうかな。あ、なんかこんないろんな景色も見れるし、歩いていてもいいかも。逆の方がもっとなんかピカピカしてて綺麗かも。じゃあ行きます。歩いて。自分はいつもほんまにいろんな日本全部行ってみたいなって思ってるんで、めちゃくちゃ楽しい。今何もなくても楽しい。全部楽しい。なんか名古屋って結構道の雰囲気いいですよね。なんかちょっと高級感もする。プリンセス道路、プリンセス道路坂井ってどこ。綺麗じゃないんですか、名古屋って。結構いいやんけど。いいやん。なんかあのドンキホーテ見たことある、 TikTok で。あ、なんかこの辺めっちゃ雰囲気好きです。こんな雰囲気、東海感がする。それはそれじゃん。こっちに行ったら多分未来タワーが出ます。分からんけど、多分と外でライターは。やっぱ都会によって結構特徴とか違うかも。あ、見える見える見える。わー、未来タワーだ。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。いいやん。大阪にこんな綺麗な塔ありますか。通天閣はなんか家の前やったからあんまりそこまで感じひん。あっち行く前にご飯食べてちょっと行きたいと思います。名古屋ならなんか味噌カツがめっちゃ食べたくて、今から味噌カツちょっと食べてから未来タワー行きたいと思います。なんか名古屋って結構百貨店が多い感じですよね。今
ってばっかやけど、ずっと百貨店ってイメージある。この辺だけかな。なんかこのお店なんですけど、こっちにあるらしいです。人多いんかな。牛とこれだ。7階シオンにはエスカレート派です。だってエスカレート乗ったらいろんなところ見れるから、エスカレート乗るのが好きです。エレベーターよりエレベーター乗ろう。エレベーター乗ろう。なんかエスカレートが見えへん。結構空いてる。なんか綺麗。好き、こんな雰囲気好き。めっちゃこんな雰囲気好き。海外みたい。もう海外やけど自分には。こっちだってなんかな。見えへん。あ、これだ。止まってる。でもいいよ。これでお願いします。はい、ヒルデパのです、はい、ご飯は白米と雑穀米がございます。白米でお願いします。白米でかしこまりました。ここにもご注文いただきます。はい、失礼します。お願いします。ありがとうございます。美味しかった。これからは未来タワーに行きたいと思います。その前にちょっと上に行ってみたいな。何があるの。なんかこんなとこ行ったら余計に行ってみたくない。もう食べ物屋さんしかないと思うけど行ってみたいな。ちょっと定食、もうちょっと高級店。こんな感じですね。じゃあ未来タワーに行こう。え、観覧車ある。え、乗りたい。めっちゃいい。めっちゃいい。いいね。こっち入ってもいい？いいかな。もういいよ。ダメ？ダメ？ダメ。こっちがずっと着てみたくて。めっちゃいい。綺麗。じゃあ行ってみよう。ち、ここもなんかこんな綺麗なとこあります。あとであっちも行ってみよう。なんかよくこんなとこで休みの日にこんなとこよく来たいって思う人やから、大阪にもこんなとこ欲しいな。いらっしゃいませ。展望台までお越しですか。 はい、ありがとうございます。ただいまプロジェクションマッピングのイベント中でして、はい、1名様1800円でのご案内となります。お支払い現金クレジットございますか。現金です。かしこまりました。奥の券売機ご利用くださいませ。はい、ありがとうございます。これです。ありがとうございます。
リベーターがないので中までお進みくださいませ。フィッシュメトルのスカイリキへと参ります。いらっしゃいませ。何メッタか出てる。本当にありがとうございます。皆様を地上90メートルのスカイデッキへお連れするこのエレベーターは、脱炭素社会実現に向け県内の水力で発電した電気を使っています。すごい、見てもどこかわからん。綺麗。自分ってこんなとこ好きなんですけど、ほんまにパッと見て終わりでいいって感じなんで、ほんまに今は普通に見れてよかったって感じです。なので普通に適当に回ってる感じです。中が紫かピンクみたいな感じで結構雰囲気いいです。結構綺麗ですし、みんな名古屋行ったら行ってみるのもおすすめします。ここはさっきのドンキホーテのとこや。上ある、上がある、これで俺の1800円がなくなると思ったら上もありました。この外から見る夜景もめっちゃ綺麗です。自分夜景大好きなんで、名古屋の夜景も見れて嬉しいです。まあ、大阪とはまた違う夜景の感じですよね。室内もいいけど、この上から外から見れる夜景も結構綺麗んで、こっちもおすすめします。いろんな、こんにちは、ヘロー、こんにちは。外出よ。楽しかった。いや、いいな。レインボーブリッジや。今めっちゃ楽しいよ。あ、楽しい楽しい。ほんまに名古屋来てよかったと思います。今度はどこ行ってみよう。まあ普通に公園って感じかな。なんか見たことある。こっちさ、こっち見とったやん、バレんやん。アイシス21かな。お、綺麗。なんかこういうショッピングモールめっちゃ好きやねんけど。上に行ってみよう。上が行きたい。あ、疲れた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 。どこまでやねん。おお、これから何しようって感じやけど、歩いていこう。こんな雰囲気めっちゃ好き。わかる？なんか行ったことないとこ行ってみるのめっちゃ好きやから、好き、楽しい。で、これから境に向かってみます。どこか知らんけど、多分こっちやんな。一応行ってみよう。でも乗っても綺麗ではなさそう。こんなこと言ったらダメかもしれないけど、低いからね。仕方ないやん、そりゃ。あれってアイドルなん？そうかも。でも名古屋韓国人少ないよ。カラオケジョイジョイって名古屋のチェーン店かな。大阪であんな見たことない。こっちで何個も見た。こっちかな。なんか釜山っぽい。この辺釜山にちょうどこんなとこあんねん。ちょっと広い南やな。
広い難波って感じ。サミョンよりあの南浦洞の方がちょっと似てるかも。この辺は居酒屋がなくて結構回ってました。何の店やろ。昭和58年、カツ手羽先、あ、書いてる。あっち行ってみようかな。一人でも行ける。行ってみよう。手羽先4本とおでんお願いします。乾杯。シュンにはお酒を飲まないんでコラを飲みます。これが名古屋の味噌おでんやったっけ。この手羽先マジで美味しいです。めっちゃおすすめ。よし、美味しかった。まあこれから宿ホテルに戻ります。やっぱあの日本のタクシーって感じますけど、めちゃくちゃ親切です。韓国と違う。ホテルに着きました。これがなんかあのレストランっぽいやけど、結構いい感じじゃない。そしたら食べようかな。入りまーす。ただいまー。今日はこれで帰宅。明日面接もあるんで、ちょっと今日はちょっと TikTok 配信やってから早めに寝ます。アニョン。ではもう2時やし、明日9時から面接あるんで、そろそろ4人も寝ます。みんなおやすみなさい。